1953年、第59回内空式年仙宮、神宮式年仙宮は、神宮において行われる、式年仙宮のことである。2013年、第62回式年仙宮に伴い建てられた、下空別宮多賀宮の新旧社伝2017年、下空拙者清志の井庭神社の仙宮当日の様子。原則として20年ごとに、 内空、月空の二つの聖宮の聖殿、14の別宮のすべての社殿を作り変えて、神座を移す。この時、放殿外平殿、鳥居、おかき、御仙殿など、計65棟の電車のほか、714種1576点の御小族神宝、宇治橋なども作り変えられる。記録によれば神宮式年遷宮は、飛鳥時代の天武天皇が定め、 自当天皇の治世の690年に第1回が行われた。その後、戦国時代の120年以上に及ぶ中断や幾度かの延期などはあったものの、2013年の第62回式年戦宮までおよそ1300年にわたって行われている。2005年から第62回式年戦宮の各行事が進行し、2009年に主要な行事である内空にかかる、 宇治渡るし式が2013年には聖戦宮が採用された。神宮寺長によると2013年までの各行事を含む第62回式年戦宮全体の費用は建築、衣服、宝物の製作を含め約550億円と公表。このうち330億円が伊勢神宮の自己資金で220億円が寄付で賄われた。 1953年10月5日、下空戦後の儀2013年の式年戦偶による下空級車電式年戦偶を行うのは、かやぶき屋根の掘立柱建物で、静電等が作られているためである。塗装していない白木を地面に突き刺した掘立柱は、風雨にさらされると、礎石の上にある柱と比べて老朽化しやすく、対応年数が短い。そのため、一定期間後に、 従前の電車と寸分違わぬ弥生建築の電車が築かれる。漆を木の塗装に用いるのは縄文時代から見られ、式年遷宮の制度が定められた天武天皇の時代、7世紀頃には、すでに礎石を用いる建築技術も確立されていた。現に、この時代に創建された法隆寺の道具は、世界最古の木造建築としての姿を今に伝えている。 定期的に膨大な国費を投じることとなる、式年仙愚を行うと選んだ理由は、神宮にも記録がないため不明である。また、式年仙愚が20年ごとに行われる理由についても、同じ区画たる記録はないため不明である。1985年の伊勢神宮内空、月空の御神木伐採やと仙においては、1万本以上の日の機材が用いられる。 その溶剤を切り出す山は、おそま山と呼ばれる。おそま山は、14世紀に行われた第34回式年仙宮までは、3回ほど、周辺地域に移動したことはあるものの、すべて上寺山と島寺山、高倉山という内宮、下宮背後の山であった。その後、内宮の溶剤のおそま山は、第35回式年仙宮から、三河国に移り、下宮の溶剤のおそま山は、 第36回式年遷宮から、美濃国に移り、第41回式年遷宮から第46回式年遷宮までは、伊勢国、大杉谷を、おそま山とした。この伊勢国大杉谷は、徳川後三夜の一つ、紀州徳川家の領地である、紀州藩にあった。しかし、原木の枯渇による切り出しの困難さから、第47回式年遷宮から、同じ徳川後三夜の一つ、 尾張徳川家の領地である、尾張藩の木曽谷に、おそま山は移された。以後、第51回式年仙宮のみ大杉谷に戻った、ものの300年以上にわたり木曽谷を、おそま山としている。明治時代には、木曽谷を含む尾張藩の森林は国有化された。明治時代後期から大正時代にかけて、木曽の赤沢をはじめとする地域に、神宮備林が設定され、 樹齢200年から300年の溶剤の安定提供を可能とする計画的植林が行われ始めた。第二次世界大戦後、神宮備え林の指定は外されたものの、以後も仙宮溶剤の主な供給地となっている。神宮では1923年に森林経営計画を策定し、再び西宮周辺の上地山、島地山、高倉山の山々を、 おそま山とすべく、1925年、または1926年から、三山,山への檜の,の植林を続けている。仙宮の溶剤として使用できるまでには、おおむね200年以上かかるため、この三山,山の植林から生産された溶剤が、本格的に使用されるのは110年以上後の2120年頃となる。また、この計画は、400年後の2400年頃には、 三山からの重要溶剤の供給も目指す遠大なものである。なお、内空聖殿のお開きについて、本来の様式通りに一枚版とするためには、樹齢900年を超える溶剤が必要となると試算されている。2013年に行われた第62回式年仙宮では、約700年ぶりに、この聖宮周辺三山,山からの間伐材を一部に使用し、 全溶剤の25%が賄われた。さらに、明治100年記念として神宮が購入した宮崎県、鹿児島県の記念林は、当初の目的は財政補給であったものの、日の木の生産に適していると見られることから、散々および多機玄宮の新域林と合わせて溶剤の供給源となることが期待されている。式年遷宮の際に解体される宮殿に使用された溶剤は、 神宮内やその拙者、抹社をはじめ、全国の神社の造営等に再利用される。例えば、内空聖殿の胸持柱については、宇治橋神宮が鳥居となり、さらに関の東の追い分けの鳥居となる奈良足である。また、下空聖殿の胸持柱は、宇治境原井町川鳥居となり、さらに、桑名の七里の私の鳥居となる奈良足である。二千十三年の仙宮では、 日の木不足から仙宮史上初めて、青森山のアスナロが用いられた。2016年2月、伊勢神宮の内宮と下宮に収められていた神宝の、うち、川を強、銅黒作りの御たち、血弓、おたてが、兵庫県姫路市の舎立兵出身者に譲渡された。神宮寺町は、式年仙宮に必要な大量の溶剤や、屋根用の茅の加工のための工場である、神宮寺町、 山田工作場を下空敷地内に持っている。場内には製材所、加工所、加工材木の乾燥倉庫、屋根用のかやの乾燥倉庫及び加工場、溶剤を加工まで保存しておく堀や各工場を結ぶトロッコ軌道などがある。ここでは常に小規模な社殿の建て替えや修復のために製材が行われているが、清泉宮の前後は、 多くの伝統技術を持った大工らが全国から集まってくるため、職人用の量も敷地内にある。多くの大工に神宮の建築様式を伝承していくのも山田工作場が持つ大きな役割である。式年仙宮では多くの祭典と行事が行われる。下記の年月日は左側が第61回神宮式年仙宮の日程、右側が 第62回神宮式年遷宮の日程である。年月日が記されていないものは未決定のものである。なお、印が付されたものはご事情と言い,い、天皇が日程を定める。三層ギリカは英陸 A、吉光院英遷宮される社殿は、同じ広さの敷地が左右に並び、二つの敷地に20年間隔で交互に社殿を建て、ご神体が行き来する。 二つの敷地のうち、神が鎮座していない、空の状態の社殿の敷地は、古殿地、あるいは、ご敷地と呼ばれる。古来、古殿は、神が、隣の新社殿に占拠してからも、社殿自体は引き続き参拝者の数計、拝礼を受け続けており、神宮側も、特に、古殿地を守る神職を置いていた。そして、次の遷宮に際して、新しい社殿を建てる直前に、 開脚されていた。この時点では、旧社殿はその生成ゆえに、原則として、直線戦宮まで、建築から数えて、約40年間は存知することとされ、社殿に損傷や剥落が見られても、早期の開脚は行われず、心を柱にまで、倒壊の恐れが生じて、初めて、開脚が認められた。そのため、敷地には原則、 現在用いられている社殿とその前の古殿が並んで立っていた。この間、現行の社殿が不慮の火災や破損などによって臨時遷宮を行うことになった時には、社殿再築までの間のご神体の安置場所として仮殿を設ける必要があるが、その時に古殿の地の旧社殿を仮殿とした例がある。明治期に入ると、この慣例が大転換し、旧社殿は戦後後、 速やかに解却されるようになった。明治5年、神宮寺町内の検討において、従前の古殿の存じを、非常の備えのためのものであったと、解釈、かえって失火の時に炎症の恐れがある、などの理由により、神儀省に申し立てを行い、結果、3年前の第55回仙宮で残されていた、旧社殿が解却された。一説には、神宮寺町が、 神宮大麻の反布を始めるにあたり、鉄火フル材を持ってその材料とした、とされる。これ以降、旧社殿は、仙宮からほどなくして、開脚されるようになり、両基地には、原則、現行の社殿と、直社殿の建築を待つさらちが並び立つようになった。ありがとうございます。